2年次にはキャリア教育の一環として、前期は課題の発見と解決、後期は企業研究を 3,4 人一組で行い、その内容についてプレゼンテーションします。これらの活動を通してプレゼンテーション力はもちろん、コミュニケーション力や社会人としてのマナーも身につけます。後期のプレゼンテーションをもとに、各クラスから選抜された優秀グループは、さらに2月に行われる学長賞の審査会に臨みます。この審査会で学長賞を受賞したグループを紹介します。これから中村クラスグループ12の紹介を始めます。私は森です。山崎です。横山です。私たちは酒類製造業界について調べました。こちらの最優秀賞をいただいた理由としては、主に2つ考えられます。1つ目は各企業に直接連絡を取ったことです。2つ目は最初から最後まで話の筋の通った構成を取ったことだと考えられます。次に感想です。感想として、私は最初あまりお酒を作っている企業などに興味を持つことはなかったのですが、20歳というタイミングでこのお酒を作っている企業などを調べることができて、新たに視野を広げることができました。今回の業界研究を今後より一層厳しくなる就職活動の力にしていきたいと考えています。今回キャリアデザインの業界企業研究において最優秀賞を受賞した鈴木クラスグループ級の片桐です。大浜です。久保田です。私たちは化粧品企業の中で特に食品分野に参入している企業について調べました。今日自社本来の分野だけではなく他分野に参入している企業が多くなっていると知った私たちは、3人の共通の興味があった食品・化粧品分野について調べました。ホームページや資料だけでなく、直接お店へ出向いて企業の方にお話を伺って調査内容を深められたことが受賞理由だと思います。今回の研究の成果を今後の就職活動に役立てていこうと思います。お祝いにどこか行きますか？お祝いに3人で焼肉食べに行きます。イエーイ。